それでは第6週目、えー、テクニカルで見ていこうと思います。まず突き足なんですけどもね、これね、考えにくいことだったんですけども、円安の条件が揃ってしまったんで、こっからさらにですね、円安の方向にもう一回向かうと思います。1回目はここで最高点に達しまして、介入が入りました。2回目もここまで行ってね、介入みたいなことが起きましたね。で、3回目もまた介入領域に向かうんじゃないかなっていうところでございます。 で結局安値っていうのも究極にこうね切り上がっていきましたねど、うんどんどんとでここまで来ると本当止まらないんじゃないかなと、うん、で私としてはねその計算式で、えーまあ、財政出動がない限りはドル円のバランス160円までは行くとは思うんですけどもまあでもね財政出動がもしかして起きるかもしれないんですよね、まあ、この辺はもう全然予想もつかないんであんまり言及はしないでおきますけども 大きな目で見て、まだ円安は進むという、それだけは申し上げておきたいと思います。150円までは円安が進むという覚悟で、この第6週以降も見ていかなくちゃなってところですね。はい。では、次は、ハード、週足になります。週足、テクニカルで、月足とか週足を測ることってのは非常に難しいんですけども、まあでもね、テクニカルでそれでも見ろというんだったら、これも、結局は上の方に向かう形を指し示してますね。 ね、もう本当に言うまでもなく、安値が切り上がっているところとか。で、高値は止まってますんで、言ってみれば、これね、アセンディングトライアングルみたいになっていってるってことなんですよ。こういうふうにね。アセンディングトライアングルって上に抜けるでしょ。まあ、高値圏なんで上に抜けやすいんですけども、下に抜けることもまあまああるわけですよ。まあ、けどこれ、介入じゃないと、もう下の方に行かないんじゃないかなと思います。そのぐらい、 強力ななななが働かなければもう円高の方向に行くことははいいいっていうぐらい条件は揃いました,ただし、ただしですよ、3月の春闘が終わったあたり、4月の頭ぐらいですか、おそらく日銀の方で金融緩和を徐々に紐解いていって、利上げの方にね、シフトするんじゃないかなと思います。そうなったら、おそらく、円高の方向に少しはね、向いていくんじゃないかなってことです。そこがちょっとね このの2020年の山場になりますね、はい、次は日や,やしっていうことになるともうすでに2月の5日にトレードが始まってる時に意識してもらいたいそんな状況になりますけども、えー、大きな突き上げがありましたこれが、えー、と金曜日のことですね金曜日から土曜日にかけてなんですけどもそれを受けて買われすぎが戻っていくってことも大いにあり得るんですよでレンジが2つありますよねこことここに しかしもう一旦頭超えてますからね、レンジのレジサポラインね、サポート展示でレジスタンスですから、こっからこういう風に跳ねる図っていうのも見とかなくてはいけません。つまり N 字です。天井をもう超えましたんでね、これは上昇に向かうための N 字の、あ、ちょっとすいません。N 字の延長だとも言えるんですよ。まっすぐ書きましょうか。ここでまず1発目の N 字、2発目の N 字、3発目の N 字で抜けたんで4発目の N 字が入ってくるってことになりますね。 いや、これは結構強いんじゃないですか。で、次は4時間足になります。4時間足ですけども、月曜日の朝確認してもらいたいんですが、えっと、細かく見るとね、天井がこういうふうに揃ってるんで、まだね、抜けてないとも言えるんですよ。ただし、これ、跳ね返って陰線からの N 字で抜けるってことは多いにありますんでね、ここを月曜日の午前中見ていきましょうってことになります。ねこの辺の陽線の勢い強いですからね。 もちろんファンダメンタルでできたやつなんですけどもテクニカル的に解釈するとこの伸びっていうのは1時間足ですけども上に行くそれ以外考えられない伸びになってますこの移動平均線の開き方からしてもねでこちらも超えてますよね高いところ当然この線も抜けてますんでということで月曜日の朝なんですけどもこのまんまこのローソク足が上に行くようでしたらもう倍で入っていきましょう午前中からね で、えっ、ー、と、月曜日しっかり様子を見て、動きが分かりましたら火曜日からのエントリーになりますけども、149円に向けての倍のエントリーの、ーそんなね、えー、考え方が濃厚になってくるかなっていうところです。では、第6週、根性を入れて利益出していきましょう。第6週はね、あの、ファンダメンタルがほとんどないんで、テクニカルとしては稼ぎやすい1週間になると思いますよ。それでは。